ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、大奥で暮らす御台所の食事作法について解説するぞ。御台所ってなんだっけ？御台所っていうのは、将軍の正室のことだよ。御台所は特別な食事をしていたってこと？気になるわね。それじゃ早速、ゆっくりしていってね。まずは早速霊夢に質問だ。江戸幕府の将軍と、その正室である御台所は普段どんな食事をしていたと思う？彼らはいわば国のトップなわけでしょ？だったら毎日さぞ豪勢な食事をしていたんじゃないかしら。と思うだろ？ところが実際、彼らの食事の基本は25歳が基本だったと言われているんだ。汁物が2種類と、その他のおかずが5種類だな。確かに当時の一般家庭に比べれば贅沢な食事かもしれないが、我々の想像よりは贅沢な食事をしていたわけじゃなかったんだぜ。へえ、そうなのね。もっとこう、中国の皇帝が食べる満漢全席みたいなものを想像していたから、拍子抜けしちゃったわ。私は御台所に行かなくてもいいかな。霊夢では行けないから安心しろ。将軍という地位を考えたら、むしろ質素だったと言えるよな。だが、こんな質素な食事を二人分作るためだけに、江戸城ではなんと100人以上の人間が関わっていたんだぜ。え？たった二人分の25歳を作るために、なんで100人以上の人間が関わる必要があったの？多すぎでしょ。一例として8代将軍、吉宗の時代の様子を紹介しよう。江戸城には台所が2箇所あったんだ。一つは将軍公邸である江戸城の表御殿の中。ここには将軍の食事を作る御膳所台所人40人と、儀式や宴会に招いた賓客の食事を作る御台所人40人が常駐していた。これだけでもう80人。賓客が大勢来た時のために大量の食事を作らなきゃいけない。御台所人が40人いるのはわかるけど、御膳所台所人って将軍のためだけに食事を作るわけでしょ？それがなんで40人も必要なのよ。その理由はおいおい説明するとして、江戸城にあったもう一つの台所についても解説するぞ。スルー。もう一つの台所は、将軍指定である大奥の中のお広敷というところにあったんだ。ここは大奥の事務所みたいなところでな。男子禁制の大奥で唯一男性の役人が動ける場所だった。このお広敷には、御台所の食事を作る奥御膳所台所人30人が常駐していたようだな。こっちはこっちで、御台所のために30人もの料理人がいたのね。あとは、江戸城の西の丸に引退した前将軍である大御所や次期将軍夫妻が住んでいる場合は、彼らの食事を作る西の丸御膳所台所人、西の丸奥御膳台所人が合わせて70人ほどいたようだ。全部ひっくるめて200人近くの料理人が江戸城に勤めていたのね。すんごい人数。ちなみに今言った人数は、あくまでも料理人のみの人数に過ぎない。この他に食材の調達を担当するおまかない方が125人。おまかない方が選んだ食材を江戸城まで運ぶまかない方6尺が600人いたんだ。さらに食材の検品を担当する吟味役。将軍や御台所が食べるお米をつく米付き役人。毒味をする鬼役など。全部をひっくるめると総勢1000人以上の役人が関わっていたんだぜ。将軍一家の食事のためだけ2000人以上の人間が？ってちょっと待ってよ。え？そもそも将軍や正室の食事を作るためになんで30から40人もの料理人が必要なわけ？どう考えてもおかしいでしょ。さっきはスルーされちゃったけど、今度はしっかり答えてもらうわよ。わかったわかった。じゃあここで答えよう。なんで将軍や正室の食事を作るためだけにこんなに大勢の料理人が必要だったのかというと、将軍と正室それぞれ20人分の料理を作る必要があったからだ。なしてそんなに作る必要があったわけ？それは、将軍や正室の毒殺を防止するためだ。さっき、将軍と正室それぞれ20人分の料理を作ると言ったが、それは彼らの前に10人前の料理を運ぶという意味ではない。あ、違うのね。10人分の料理ができると、それを毒味役が分担して食べる。もしも将軍や正室にお出しする食事に、異物の混入など異変があったら台所人全員の首が飛ぶので、毒味の際には米粒一粒一粒に至るまで丹念に調べられたそうだ。想像していたよりも毒味ってめちゃくちゃ重要なポジションだったのね。毒味役によって異常が認められなければ、料理を御膳所という部屋に持っていくんだ。そこで鍋に入れられた汁物が箱火鉢で温め直されると、当番中の年寄りによってまた毒味がなされる。ここでもう一度毒味されるの？相当念には念を入れているのね。
これで問題がなければ膳に盛り付けがなされ、お腹へ、お次の手を経てご休息の間の入り口まで運ばれる。そして最後に将軍、正室それぞれのお世話役であるお中老が彼らの前に運ぶのさ。そんなバトンリレーみたいに料理を運んでたのね。彼らの前には一膳のみが置かれ、余った料理は隣の部屋に置かれる。この状態で二人の食事がスタートだ。あ、二人の食事といっても、これは将軍と正室が一緒に食事をするという意味じゃないぞ。彼らはあくまでも別々の部屋で食べることになる。そもそも生活空間が表御前と大奥で分かれてるものね。毒殺を未然に防ぐためとはいえ、毒味に毒味を重ねた末に運ばれた料理は、将軍の元にやってくる時点ですでに冷え切っていたそうだ。命を守るためとはいえ、悲しい。そこからいよいよ食事がスタートするわけだが、将軍や正室が一つの料理に箸をつけられるのは2回までと決められていた。少な、それじゃ何も食べられないじゃないの。例えば彼らが焼き魚を食べるとしよう。彼らが魚に一箸つけて口に含むと、側近のものがおかわりといい、隣室にある新たな魚と交換がなされる。同じ魚を食べ続けるわけじゃないのね。交換が終わってからさらに魚に一箸つけられると、焼き魚はそれで終了だ。全然食べた気がしないんですけど、これも毒味と関係があったりするの？いや、これは礼儀の問題だ。おかわりができるのは一度までで、それ以上は礼儀に外れるとされていたんだ。何その謎の価値観。もちろんこれだと満腹とは程遠い状態なので、白米だけは3倍まで食べることができたそうな。ということは、将軍や正室の食事ってほぼ米だったのね。空腹を米で満たすなんて、発想が中学生と同じだわ。将軍や正室の食事作りに大勢の人間が関わっていたのは、毒殺を未然に防ぐためだったってのは分かったわ。分かってくれて何よりだ。じゃあさ、実際に毒味薬が毒に当たって死んだケースってあったりしたの？ん？その件に関しては、文献に残されていないからわからないんだ。仮に毒味薬が死ぬ事件があったとしても、記録として残すかどうかは微妙なところだしな。あったかもしれないし、なかったかもしれないってことね。さっき将軍や正室の料理を作るにあたって、30から40人の料理人が必要だった。って話はしたよな。覚えてるわよ。実はその料理人の周りには、何か怪しい動きをする者がいないか監視する人間たちが大勢いた。一説によると台所周りには料理人と監視人含めて100人余りの人間がいたそうだ。だからこそ、将軍が食事で毒殺されるという事件は起こらずに済んだんじゃないか？さすが厳重な体制ね。それじゃ毒を盛るのは難しそうだわ。ただ、これが地方の大名となるとここまで厳重な体制を築くのは大変だ。ではここで、とある一つの事件を紹介しよう。霊夢も伊達政宗の名前は聞いたことあるだろ？毒眼竜。そうそう。毒眼竜の名で有名な仙台藩初代藩主、伊達政宗は、豊臣秀吉や徳川家康と渡り合ってきた名君として知られているよな。もちろん、彼が藩主の時代には伊達家の中で大きな騒動が起こることはなかったんだけど、彼の孫、三代藩主、綱宗の時代にとある事件が起こるんだ。本人が優秀でも、孫が優秀とは限らないもんね。伊達綱宗は二代藩主、忠宗の六男で、本来後を継ぐはずだった次男の光宗が創生したことで藩主に就任した人物だったんだ。本来は藩主になる予定がなかった人間だったんだ。そんな綱宗はというと、酒乱気味で女遊びも激しく、夜間に出歩き家臣の諫言にも耳を貸さない、およそ藩主にはふさわしくない男だった。あちゃー、人材不足とはいえ、とんでもない人物を藩主にしちゃったわね。これに悩んだ伊達家の親族近である柳川藩主、立花忠重や岡山藩主、池田光政、政宗の十男、伊達宗勝は会議を行い、老中の酒井忠清から綱宗や伊達家の家老に注意してもらうという決定をしている。そんなことで綱宗の不貧困は治るのかしら？当然治らなかった。やっぱね。こうなるのは分かってたことよ。伊達家一門や家老が綱宗についにブチギレたのは、彼が幕府から江戸の小石川堀の工事を命じられた時だった。この工事は総勢3863人もの人足が動員された大工事だったんだけど、綱宗はこの大役を任された時も遊郭や芝居小屋に通いっぱなしで、全然指揮を取ろうとしなかったんだ。予想通りの行動だわ。この綱宗の姿を見て、さすがにこれはあかんとなった伊達家一門や家臣が、忠重と宗勝を通じて幕府に綱宗の隠居を願い出たんだ。綱宗をトップから引きずり下ろすことにしたのね。この願書は忠重によって幕府に提出され、幕府もこの訴えを受けて綱宗の隠居を決定したんだぜ。これでトップがいなくなったわね。代わりに誰が藩主を務めるの？綱宗の隠居により彼の後を急遽継ぐことになったのは、
当時まだ2歳だった嫡男の亀千代だったんだ。2歳かい。じゃあ当然、後見人が必要よね。ああ。それで伊達宗勝と田村宗義という2人の後見人がつき、幼い藩主を支えることになった。だが、ここで権力は伊達宗勝に傾くことになる。何がきっかけだったのかしら。理由はいくつもある。田村宗義の方が若かったというのもあるし、宗勝と綱宗がおじと甥の関係だったというのも大きいだろう。そして何より、田村宗義は人柄が温和で人望もあったものの、器用な一面もあったんだ。それで伊達宗勝に押し切られてしまったんだな。伊達宗勝の方が、権力の掌握に積極的だったのね。伊達宗勝が権力を掌握すると、伊達家内は宗勝派と亀千代派の二つに分裂し、対立を深めていくことになる。もともと宗勝は亀千代の後見人って立場だったはずなのに、宗勝と亀千代が対立し始めるのね。この時、なんと宗勝の側近により亀千代毒殺未遂事件が勃発するんだ。宗勝が完全に亀千代を殺しにかかったじゃないの。だがこの事件は未遂で終わった。なぜなら毒味薬が毒に当たって死亡してしまったからだ。うわぁ、やっぱ毒殺事件って起こるものなのね。毒味薬がいなかったら藩主である亀千代が死んでたのか。そう考えると毒味って大事だわ。ちなみに伊達藩はこの事件が明るみになることを恐れて、食中毒としてもみ消したんだよ。そうか、本当に毒殺事件が起きたとしても隠蔽されちゃうのね。じゃあなおさら起きたかどうかわかんないわ。では、このことを踏まえて御台所の一日を振り返ってみよう。御台所の一日は朝7時に始まるぞ。起きる時間は一般人と同じぐらいね。御台所は起きるとまずおしまいどこに行く。すると中郎がおすすぎを差し出してくれるので、それで口をすすぐんだ。トイレにはお月のものが一緒に入り、用が済んだ後はお尻を拭いてくれるぞ。むしろ抵抗があるわよ。トイレぐらい一人で入りたい。慣れちゃうものかしら。トイレの後に手を洗うときは、手を出せばお月のものが洗ってくれるぞ。至れり尽くせりすぎよ。その後、歯磨きをしてから顔をぬか袋で洗ってもらい、お歯黒をしてから入浴だ。朝から風呂に入るの？ああ。御台所は毎朝必ず入浴する習慣になっていて、夜に将軍と過ごすときは夕方にも入浴する。ふやけちゃいそう。入浴して体が綺麗になったら朝のお召し替えだ。朝のってことは他にもまだお召し替えがあるの？もちろんだとも。御台所はなんと一日に5回もお召し替えをしていたからな。一日に5回も着替えん？だるー。あ、でもお月の人が着替えさせてくれるからそこまで面倒くさくはないのかしらね。お召し替えが終わったら、ここでようやく朝食の時間だ。一の膳には味噌汁、煮物、口取りにかまぼこ、くるみの寄せ物、金糸、昆布、鯛の切り身、寒天などが並んだ。二の膳にはほうぼうや鯛の焼き物、豆腐や卵の汁物、香の物にウリか酢漬け、大根の味噌漬けなどが出たようだな。毒味されまくって冷めた朝食のお出ましね。食事の際は厳しい作法がたくさんあった。食事作法の専門書である小笠原書類大全によると、ご飯と汁物の食べ方だけでも、食事の始めにはまず右手で飯碗の蓋を取り、左手に移して膳の左に置く。汁碗の蓋も同様にする。さて、箸を取り上げ持ち、その手で飯碗を取って左手に移し、二箸ご飯を食べたら下に置いて、右手に汁碗を取って左へ移し汁を吸ったら右手に取り下に置く。こんな感じでこと細かくルールが決められていたんだ。めんどくせえ。なお、ここまでしても御台所が各料理を口にできるのはおかわりを含めて二箸まで。そりゃ米でお腹を膨らせようとしちゃうわよ。なお、この朝食の間、御台所は髪を結ってもらっている。髪を結ってもらいながらの食事、なんだか気が散りそうだわ。朝食後は化粧をして、正装で将軍の奥入りを待つ。流れがガチガチに決まっているのね。窮屈そう。午前10時頃には朝の総ぶれがあって、お年寄りやお中老と一緒に将軍にご挨拶だ。挨拶が終わったら将軍は中奥に戻るので、御台所は昼食だな。挨拶するだけでも一苦労ね。昼食にはしじみの汁、こちの切り身、長芋、ゼンマイに、寒天、栗きんとん、犠牲豆腐、錦糸昆布、鯛の焼き物などが出されたそうだ。さすがいいもん食べてるわね。でもせっかくの焼き物も冷え切っていて、おまけに二口しか食べられないなんて。考えるだけで胸が苦しくなってくるわ。午後2時頃になると、将軍が大奥にやってくるので、お小座敷でお菓子を食べたりおしゃべりをして二人の時間を過ごすぞ。ちなみにお菓子に出されたものは羊羹や饅頭が多かったようだ。ザ、和菓子って感じ。お菓子は食事と同じ手順で毒味をされた後に、唐草模様の金巻絵が施された黒塗りの菓子本に1種類5個ずつ持って出されたが、御台所は2個以上のお菓子を食べることはなかったそうだ。お菓子さえも2個までしか食べられないとは。
将軍が帰ったら、御台所の自由時間だ。多くの庭を散歩するもよし、奥女中と和歌を読んで楽しむもよし。夕食は二の膳のみで、鯉国の汁に鯛の刺身の皿、かまぼこ、卵焼き、鴨肉にキスの焼き物などが出されたそうだ。夕食はちょっと控えめなのね。ここまで御台所の一日をざっと紹介してみたけど、どう？なんか、偉い人は偉い人で大変なのね。って感じ。決してなりたくはないわね。大丈夫だ。霊夢にはなれないから。二回目。あのさ、さっきから一つ気になってたんだけど、将軍や御台所のために大量の料理を作るわけじゃない？そうだよ。でも実際に食べるのはほんのちょっとなわけでしょ？となると大量の残り物が出るわよね。これってどうしてたのかしら？まさか捨てたりなんてしないわよね？もったいないの国でそんなことするわけないだろ。ちゃんと台所役人たちが後で美味しくいただきます。まあ、そうよね。捨てるわけないか。ちなみに具材の余りとかはどうしてたのかしら？お、いいところに気づいたな。当時は冷蔵庫なんて便利なものはないから、使わずにいるとすぐ腐ってしまう。将軍や御台所の料理には高級食材が使用されているわけだから、これを腐らせてしまうのは極めてもったいない。じゃあどうするの？台所役人たちが家に持ち帰ったようだ。おかげで彼らは将軍たちと同じ食材をタダで食べることができたんだぜ。台所役人って美味しいポジションね。それどころか、食材を取引先の八百屋や魚屋に売りつけたり、高級食材で弁当を作って城内の他の役人に販売して荒稼ぎしていたようだ。マジかよ。そのため、台所役人は本来発給のはずなのにかなり潤っていたようだな。彼らを監視するおまかない吟味役もこの不正に加担していたらしく、台所役人を咎める者はいなかったそうだ。台所役人め、うまく監視役を自分の味方に引き込んだのね。これぞもったいないの精神ってやつだな。横領の精神の間違いじゃない？ちなみにこれは余談だが、平安時代の貴族たちは徳川将軍からしたら考えられないぐらい贅沢な食事をしていたんだ。してそう。毎回食べきれないぐらいの食事が振る舞われていたんだけど、その食べ残しの料理ってどうしてたと思う？え、捨てたとか？正解は、庭先に貧しくてお腹を空かせた庶民を招き入れ、そこに残飯を放り投げた、でした。鯉の餌やり感覚ね。貴族たちは、地面に落ちた食べ物を庶民が食べる様子を見て、鳥が餌をついばむように見えることから、鳥ばみと呼んだそうな。嫌な SDGs。というわけで今回は、大奥で暮らす御台所の食事作法について解説したぞ。どうだった？想像以上にルールや制約が多かったわ。せっかく美味しそうな料理が目の前にあるのに、二箸までしか食べられないなんてフラストレーションがたまりそう。でもそれだけ危険が多かったということでもあるよな。確かにね。私考えたんだけど、やっぱり私は御台所にならなくていいかな。安心しろ。霊夢はなれないから。3回目。というわけで最後まで見てくれてありがとう。今回の、大奥のヤバすぎる食事作法の話はどうでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。